はい、皆さんこんにちは。ですね、3月の14日にガイダンスをやりたいと思っています。で、渋谷本校でやるんですけども、まあ、書いてある通りね、時間が3月14日の何時か、3時から4時半までっていうところでやっていこうかなと思っています。まあ来ていただければ分かるんですけども、講義の特徴ね、少し喋ろうかなと思っています。まず1つ目、まあ、全部で4つあるんですけども、1つ目、テーマ法律をしっかりと理解させるっていうところが1つの特徴になるでしょうか。多分パンフレットを見ていただきたいんですよね。講義のプロフィールが載っかってるかと思います。あるいはただ予備校でも結構です。で、一応プロフィール見ていただくと、こう書いてありますね。どんな学校出てどうだったかって書いてあるかと思うんですよ。で、多分私だけかな、学部が法学部法律学科であって、大学院も法学研究科出てる先生って多分いないと思うんですね。で、深い理解をやっていこうかなというのがまず一つになります。ただこの場合について考えますよね。弁士試験って理系なんじゃないってことね。理系じゃなかったらマイナスになるんじゃないってことですよね。だけどこれ全く関係ないですね。で、選択科目はないんであるならば、試験科目に理科系は全く出てきません。で、全て法律科目なんだよね。で、それもここに書いてあるように、全て特別法って話になっておりまして、いわゆる大学の時の1から3年までやるような一般法ですね。民法等が分からないと、実は具体的に分かっていかないって話になってるんです。で、そうなっちゃうと、仮に受かりましたと、受かった後使えないんですね。まずはこれ1点。あるいは分かったらしたって言葉尻だけなんでしょうね。よくないって話になります。これはせっかくお金を払っていただいて、受かっても使えないと困るでしょっていうのはまず1点ですね。これがないようにやるのがこの講座であります。まずこれが1点です。1つ目。あと2つ目、インプットはこれで1本で終わりということですね。1回合格で私のクラスも出ています。出ているんですけど、一番違う点はこれしか受けなくてもいいっていう点です。ね、あれもこれもってことはなくって、これ1本とまた答練だけで十分受かるんだぞっていう講座になります。ね、もちろん一発合格なかなか難しいんですけどね、あれもこれも取ってやっとっていう人は一般的なんですね。でもこれは一応違います。本当に意味での一発ってことになるんでしょうね。まあ、これを取って、あとは答練だけでいい形になるので、まあ一番安いかなってことになるかもしれませんね。これは2つ目になります。あと3つ目、理は必ずいります。なんでこんな制度ができて、なんでこれを解釈するのが妥当かっていう観点ですね。で、これがないとどうなんでしょうね。本読んだ方が早いって話になりません、ね、で、根拠を急に見て本当はここなんでしょう、なんでこうなるかっていう観点です。で、これね、自分含めて授業を受けたことがあるんですね。で、いろんな先生に聞きました。だけどこれがないんですよ。で、ないとなっちゃうとやはりね、うんってなるわけね。じゃあ暗記をしようかなってなりますよね。だったら講義意味ってどこにあるんでしょうかというと、多分ないかもね。読んでしまって分かるんだったら自分でやった方が早いかもしれませんよ、そこは、ね。まあ、それプラスアルファという点でやるのが3つ目って話になります。あと4つ目、で、体系的に理解をやっていこうかなと思っています。で、弁士って何科目ありますかね。特、実、医、小、上といってもたくさんありますね。あと不正競争と著作権で7つもありますよね。で、7科目ってこんなにやらなかったら受かんないのかなっていうことでしょう。でも違いますよね。特許と消費層さえやってしまって、あとは全て応用なんですね。だから1科目を1科目としてやってはいけないんです。それを連関性をちゃんと説明してやるのがこの講義ってことになります。まあ、これが4つ目になりますかね。あとはいつか、ね、書いてあるように結構通信の方が多いんですね、私の講座はね。なぜかこれ分かりませんが、だいたい1対2ぐらい元比率がありますかね。通信が多いわけです。通信の方ね、遠くにいて聞くことはできないんだ、ないしは今コロナでしょ、なかなか来れないんだって方については、ぜひね、ご検討いただいてもいいのかなと思っております。まあ、そういう観点の特徴がある講座だとなりますので、よくご検討されて申し込んでいただければと思います。